い、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、私のヘアスタイル、じゃじゃーん、変わりました。はい、美容院に行ってまいりまして、ちょっとね、2センチぐらい切ったかな。切ってボブスタイル、ボブスタイルですね、まあ、ちょっと内側にシャギーが入ってる感じにしたのと、一番変わったのはカラーですね。カラー、グリーン、アッシュ系のグリーン強めにグレーが入ってます。グレーが入っていて、まだ出てきてないんですけど、ハイライトを入れてもらっているので、色落ちしてきたらこうハイライトの線が出てきてっていうような感じになってます。で、今のヘアスタイルはいつも通り朝起きて、こちらのブラシ型ヘアアイロンで、普通にこういう感じで整えて寝癖を取るという。で、それにはこれが一番最適なんですが、巻き髪ですとか、まあそうね、特に巻き髪を作る場合はまた違うアイロンを私はいつも使っているので、そちらの方をご紹介しながらやっていきたいと思いますので、今日も最後までご覧になってください。では早速やっていきます。このヘアスタイルで前回も、美容院行って時には、巻き髪スタイルにしてもらって、ゆるふわな感じにしてもらったんですけど、今日はまあね、ちょっとストレートのタイプで、まあ、朝起きてもちょっと時間がなかったっていうのもあるんですけど、ボブスタイルでやってきました。で、ここから、ゆる巻きを作っていきたいと思います。で、ゆる巻きは、このストレートアイロン、ブラシ型ストレートアイロンではできないので、通常ですと皆さん筒型のね、こういう感じの、アイロンを、まあ、想像すると思います。この形ですね、こういう感じのタイプのアイロンを皆さん使われてると思うんですが、まず私はこのアイロンは自分で使う時はね、結構こうした時にすごいこう縦巻きのくるんとしたのになるのと、あとはこうやっていくうちにこうやって触ったりしてやっていくんですが、こうあちってなったりするのと、あとはこのところですね、これが例えばよくご経験あると思うんですけど、普通はこういう巻き方ですよね。でも間違えてこうやって巻いちゃったりすると線がついちゃったりっていう風に、ちょっとね、自分で人にやるのはこちらの方が良かったり、まあどちら両方使うんですけど、自分でやるのはこちらよりもこれから使うこちらのストレートアイロンの方が私は巻き髪作りやすいので、今日はこちらで作っていきたいと思います。このアイロンはこちらのストレートブラシ型ストレートアイロンと同じブランドさんから出てるもので、結構ヘビーローテーションして使ってるんですけど、何がいいかっていうと、まずこのセラミックプレートがトルマリンセラミックプレートなんですね。トルマリンなんですよ。で、トルマリンって私岩盤浴、一番最初にパッと思いついたのが岩盤浴で、トルマリン岩盤浴っていうのは私よくやるんですけど、すごいね、肌によくて、保湿効果があるって言われていて、不思議なことに、その私はトルマリン岩盤浴をやった後にすごい肌がツルツルしっとりするので、これを使う時にトルマリンって書いてあったから、あら、しっとりするのかしらっていうふうにまず思ったのね。あともう一つがこちら、今ちょっと赤く光ってると思うんですけど、遠赤外線なんですね。で、遠赤外線というのは非常に肌に効果があって、例えばこう髪の毛の細胞を傷めなかったり、色素をこう守ってくれたりっていう、そういう効果などもこの、赤外線にはあるので、非常にこのアイロン自体がこう髪の毛を保護してくれる効果があるので、使っていてもね、傷まないです。で、私の場合ブリーチしてるので、やっぱりこういう機械ものにもすごい最新のね、注意を払って最近使うようにしています。はい、では早速、巻いていきたいと思います。まあ普通にね、この前髪のカットが内側に私の場合はなっているので、それを生かしつつ、巻いていきます。で、温度は今ね、120度のまんまにしてた。180度、ここにちょっとこういう感じで表示が出てるんですけど、180度にしていきます。で、
感じで巻いて普通にこういう風にくるんと巻き髪ができるので結構ね簡単で、ちょっとこう引っ張り目にやってあげるといいと思うんだけど、でこの巻き髪をすぐに、であったかいうちだと巻きすぎてもこうやって引っ張ってあげれば伸びるので、あったかいうちに、冷めちゃうともう形がついていっちゃうので、もし巻きすぎちゃった場合はあったかいうちに、ちょっと簡単に全体を内側に巻いていきます。結構ねストレートアイロンで形作って、ほらこっち側はもう簡単にこういう感じで巻けるので、すごいストレートアイロンで巻くのって楽ですね。でこうあちって一番のもう私がいいなと思うのは、触ってしまった時にあちってならないのがやっぱりストレートアイロンはいいので、この髪色綺麗でしょ、もうすごい気に入ってるんですよ。今回はね全然ブリッジとかしないで、前回の動画の時にすごいお問い合わせ、髪型変わりましたってお問い合わせいただいたんで、髪色変わりましたっていう風にはお問い合わせいただいたんです。あの時が一番マックスも色がね抜けちゃってて、白髪染めとかもしなくちゃいけない段階だったので、あの動画を上げたすぐ後に染めに行きました。で今回はまあね、ちょっと色を変えたいなと思ってて、本当は全グレーと言ったらあれなんですけど、グレーアッシュっぽくしようかなと思ったんですけど、あの美容師さんにちょっとそれはやりすぎじゃないですかってそう止められて、はい、こんな感じで全体をまず内巻きにしていきしました。そしたらちょっとこう少しスライスを取って内側に感じでこういうところとか巻いて、あんまりね巻きすぎないように、強い巻き髪、あらこういうのね前々やっちゃって、強い巻き髪はできるんだけど、巻きすぎちゃったらもうこうやってほらストレートアイロンなわけだから引っ張っちゃえば元に戻るので、でこうやってバラってばらけさせて、こう動きをちょっとつけたいので、今ねずっとこういう内巻きにしてたんですけど、たまにこう外巻きを作ってあげてランダムに巻いてってあげるとすごい動きがあって可愛い、あら溶けた髪型になります。表面はどちらかっていうとちょっと外に巻いたりとかするとこういう感じで動きができて可愛いので、厚めに巻い、まず一旦内側に巻いたら、今度は少しずつ毛束を取って、それをこう巻いていくっていう筋っていう私たち言うんですけど、筋を作っていったりするとこう動きがこういう感じで動きがあって、ランダムね、でもやりすぎ注意なのであんまりねがっつり作りすぎちゃうとすごい巻きすぎちゃうっていうか、で例えば私自分の髪の時にね今やりましたけど、こうやって外に巻く時にこの形のアイロンだと必ずって言っていいほどこうやって間違えてこっち側に巻いちゃうのね。本当だったら、こういう風にしてこう巻かなきゃいけないんだけど、それがすごい面倒くさくって、やっぱりストレートアイロンだとそれが簡単にどっち向きでも全然簡単にできるので、やっぱりそれが楽かなっていうのと、こうやって持ってても熱くないのでね、ストレートアイロンの場合は。で後ろもこうやって引っ張ってきて巻いてあげてっていう感じで、少し動きをね出してあげるとまたいい感じになってくるので、で前髪も簡単にこのストレートアイロンだと巻けるので、普通にこういう感じで。最近ね前髪がねちょっとね、薄くなり始め、前髪にパンチがなくなってきて、前はねもう前髪あれだって結構ねモサモサしてたんだけど、最近前髪をちょっとすいてるのでいい感じかな。
な感じで今日は巻きスタイルを作ってみましたね。簡単にストレこのこういうタイプのストレートアイロンだと簡単にできますでしょ。で髪も傷ませないし、ちゃんと質のいいものを使えば髪も傷まないので、結構こう技術がなくても簡単にねできます。いかがです？ね、はい、こんな感じで今日は私の巻き髪スタイルをご紹介いたしました。このアイロンの ご興味があるのにこのアイロンの商品説明を動画説明欄に載せておきますので、もしよければチェックしてみてください。はい、この動画がいいなと思われた方、高評価ボタンよろしくお願いいたします。インスタグラム、フェイスブックやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回 YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。